さて、それでね、小論文についてということですけど、この資料、注意と見てね、ちょっと見てくださいよ。括弧1、小論文の形式ということなんですけど、提示された文章について、600字程度の意見を求めます。ね、提示された文章について600字程度の意見を求めます。で、時間は1時間。ね、600字の文章を1時間で書くぞ、こういうことですよね。で、回答用紙は横書きです。縦書きではなくて横書きですね。で、原稿用紙の形式なので、マス目があります。ね、マス目が、ね。で、合わせてですね、薄いね、色付きの下書きの用紙、下書き用紙がね、配布されます。ということで、その下書き用紙を上手にね、使ってください。で、この下書きの用紙は、回答用紙と、同じ形式ね、です。問題はですね、問題ですよね。問題ですけど、課題文を読んで、設問に答える形式です。ね、で参考としまして、昨年度と一昨年度の問題をつけておきましたというんですけど、皆さんね、オープンキャンパス何回目かな、今回初めて来たって言うと、ちょっと挙手してください。初めて来たっていう人、結構いらっしゃるね。2回目、3回目の人もいらっしゃるかもしれないね。で、これに、この本に問題が載ってます。まず、問題をよく読むことです。当たり前だね。当たり前ね。で、問題をよく読んで、その問題が問いかけていることに的確に答える、ね、的確に答える、これがまず一番大事ですよね。問いかけていることに的確に答える。例えば2ページの問題でいくと、2ページの問題でいくと、あなたは自分の未来に向かって何をするべきであると思いますか、ね、自分の未来に向かって何をするべきだと思うか、ね、でそうすると回答としては、こういうことをするべきだよ。こういう、1番目にこういうことをするべきだ、ね。2番目にこういうことをするべきだ。3番目にこういうことをするべきだと思う。こういう回答になりましたね。ね、ということで、問題に的確に答えるというのが、まあ、当たり前ですけど、大事です。ね、次、1ページの括弧3の2つ目。課題文を踏まえて、自分の考え、自分の意見を書いてください。ね、自分の考え、自分の意見を書くのが大事です。他人と違う発想がもしあれば、なお結構、ね、他人と違うところがあると大変結構ということになります、ね。で、時々、時々ね、例えばその課題文を、引用する、ある程度写す、変わるかないけど、写すだけではちょっと困る。写すだけではちょっと困るね。ね、課題文の一部を写すのは結構ですけど、ね、自分がどう考えたかというのは大事です。自分の考えが大事、ね、です、3番目、高校で学んだ知識や自分の体験を織り込むの結構ですよ、ね、高校で学んだ知識や自分の体験を織り込むのも結構ですよね。で、例えばですね、高校で現社ってのありますかね、現代社会、非常に幅広い内容ですね。ちょっとじゃないね、とっても幅広い内容ですよ ね。私ちょっと事情があって現社のテキスト17冊を全部読んだことあるんですけど、非常に幅広い、ね、であれちゃんと勉強するとものすごい博識になりますよ ね。でその中で勉強した内容をちょっと引用する、いいですよね。高校で勉強した原社のテキストにこんなことは書いてあったけど、ね、これはとてもいいことだとかね、こういうことを参考にして考えたいとかね、
という、そういうふうに書けば、あ、この人勉強しておいて分かりますかね。ちょっと大事な、とっても大事。問題を読んですぐに書き始めちゃいけないんです。これは。ね、でまず自分の考えのメモをいくつか書いてですね、どこに書くかというとですね、問題用紙の余白でもいいですよ。下書き用紙の余白でもいいですよ。ね、自分の、メモをいくつか書いて、それから書く順序を決めて、で、書き始めると。こういうことなんですね。そうするとね、例えばですけど、なんか問題が出るとですね、ね、一つ、なんか自分の考え書いて、ね、ちょっと考えて、また書いて、ね、考えて、書いて、考えて、書いて、ね、考えて、書いて、で、いろいろ出てきますね。ね、で、出てきたら、その次に、この自分の考えたことに番号つけるんですね。一番最初に書いた方がいいな、これ。ね、二番目に書いた方がいいな、これ。三番目に書いた方がいいな、これ。ね、四番目がこれで、五番目がこれ。ね、それで、書くときはこの番号の順序で書くんですね。番号の順序で書く。ね、これがね、小論文書くときのものすごく大事なポイントです。これは。時間配分を考えてください。メモ書きね、今言ったメモ書きね、それから構想ね、書く順序のことですね、構想。それから下書きを書いて、まあ、書かなくてもいいですよ。いきなり書いてもいいんですけど、構想を書いたらいきなり書いてもいいんですけど、回答用紙の清書の時間配分に注意をしてください、ね。回答用紙の清書がね、時々ね、下書きは書いたけど清書の方が間に合わないという方がね、ちょっといらっしゃるみたいで、ね、時間配分大事ですから、時間配分に考えてください。で、8割ぐらいは書いてほしいという話多いね。ね、だから600字の8割ぐらいは書きましょう、ね、半分ちょっと少ない ね、半分だとちょっと少ない ね、ということで8割ぐらい書いてほしいなという話が多い、ね。でもまあ、内容にもよるのでケースバイケースですけどね、内容によるんでケースバイケースですが、まあ、ちょっと少ないのはね、ちょっと困る。次、読みやすい、これは大事です、ね、読みやすい、回答用紙をパッと見てね、パッと見てね、読みやすい、これはとても大事です。文法など日本語のルールいろいろありますけど大事ですよということね。長い文章は文章のまとまりごとに段落を変えた方がいいですよ、ね。最初から最後まで一つの段落というより、2つか3つに分けた方がいいでしょう。から段落の最初は1字開けますよ、日本語のルールね。小論文、デスマス帳より普通はですね、小論文では、何とかだ、何とかである帳、これが普通です、ね。で、特に大事なのは、ね、両者を混ぜないね、日本語のルールね、これね、基礎ルールで、ね、両方と混ぜちゃいけないですね。だからその次、文章は適当に切りましょう。まるで、あんまり長い文章は読んでても非常に分かりにくいんで、適当にまるで切りましょう。ね、ということで、それから自分のことを何て言うかというとね、小論文の場合はね、私、あるいは筆者ですね。論文の場合はね、筆者ですわ。論文は我々が書く論文はね、自分のこと筆者と言いますか ね。小論文ですから、ちょっとまあ小論文ですからね、私あるいは筆者でしょうね。だからね、意外と知られてないのが、数字やアルファベットは一マスに2字書きます、ね。数字やアルファベットは一マスに2字書く、ね。ここら辺はちょっと
思わぬ話で、これそういう原則なんですけど、ちょっとわからんことがあったら高校の先生に念のため確認して ね、小論文のね書き方の本にはそういうみんな解説が出てますね。書いて先生に添削してもらう、ね、書いて添削してもらう、ね、でもう一つは自分でやるのは、新聞の社説読むのを進めたい ね、新聞の社説っていうのは、できるだけ理屈がちゃんと通るように、努力されるので、新聞の社説を読むのを進めたい、ね、それからね、本をたくさん読むといいですね。本をたくさん、いろんな本を読むのがまあ、おすすめですね。